見えますか、二重がね、なんかめっちゃ線が入ってるんですよ。なぜか見えます。こっちの目口。めちゃめちゃ線が入ってて、なんか調子が悪い。二重の。陣内さん、ハート、ありがとう。五百んお疲れ、ありがとう。こんばんは。なんでだろう。本当に嫌だ。 こうやって日によって変わってくんの困るなんか目が開けづらくなってるこんばんは人間だから仕方ないのこれそうかじゃあ仕方がないおみっかんさんありがとうあきもさんハートふくちゃんお疲れら雷さんお疲れはくさんお疲れあ読んだっけ ドリさんだるまろちさんだるま黒さんお疲れありがとうございますありがとうございますうそうみまきまきですやすさんハートありがとういやメバチコとかじゃなくてたまになるんですよたまにね二人の調子こっちだけね 調子悪くなる日がある。サルトビニザイモさん、誰もありがとう。うん、亀さん。キューピット、ありがとう。ありがとうございます。キューピットくまちゃん。可愛い,いやつ、ありがとう。 なんでだろうえ本当に朝からなんです一生このね「二重じゃなくて「みえ」みたいななるソルハさん会ってないよ今日今日はずっとウォーキングに行っておりましたいっぱい歩けた今日は朝から午前中のウォーキング行って午後のウォーキングに行ったいっぱい歩けました なんかね寒いかなと思ってこのパーカーの下にヒートデックを着てったらめちゃめちゃ暑かったんだけどでも袖をさまくったら日焼けするなと思って耐えて歩いた今もちょっと暑いかもしれん今日暑いのか寒いのかちょっとよくわかんないですね朝は寒かったんだけど寒い日写真集の感想まだ届いてないです28日に来る 黒さんありがとう。哲也さん、ハートありがとう。写真集は予約してるやつがまだ来ません。おみかんさん、えらいありがとう。かじやさん、ハートありがとう。寒いの今日うん。日による日によりじゃない地域によるですか 今日めっちゃ晴れてた明日も晴れでもまた雨が始まる多分週末雨だった気がするあとゴールデンウィーク雨です直接もらう方が早いいや大きさんに会う予定今んとこないですね30日のお話し会まで特に会う予定ない えー、東京雨かじゃあ昨日の広島の雨が今東京って感じそうかそう昨日はめちゃめちゃ寒かったんよ今日は暑かった明日も晴れるから明日もなんかね今日ねやろうと思ったこと1個できなかったから明日しなきゃいけない よしひろさんだるまありがとう髪型めっちゃいいえ巻き髪好き多いのかな巻きました巻いてみたけど巻き髪ファン多いもしかしてねゴールデンウィーク雨らしいでも特に別にゴールデンウィーク ららしいいことする予定もないからうんでも雨は植物にとっては大事だからなんか嫌っていうのも失礼な気がしてでも嫌ですジメジメするし出かける時に傘ささないといけないし荷物が増えるしなんかメンバーと歩く時とかも会話が聞こえないしめっちゃそれは嫌だ靴下濡れるしとか。 嫌だけど人雷さんありがとううんそう気分的にも下がる雨だとそうなの晴れた方がいいアイス美味しいし晴れた方が <laughs> 負け髪好きというわけではないけど 今日の髪型は素敵やった巻いた甲斐がありました髪を熱で痛めつけた甲斐がありましたやったぜでもすぐ落ちるんですよ多分何もつけてないから固めるやつ <laughs> こんばんはね今日天下一品食べるって言ってたわそら昨日電話した時言ってた。 前回一品昼食べて夜はなんとかかんとかでって言ってたいいな昨日はねあるメンバーと今度カフェに行く約束とまた違うメンバーとパスタを食べに行く約束をしましたでも詳しい日時決まってなくて5月ぐらいに行けたらいいですねっていう話をしましただから楽しみパスタ パスタを食べに行くっていうのがあんまり人生でないからどんな感じなんですかパスタ屋さんってめっちゃ種類あるのかな一応メニュー見てみたけどねよくわからんかったゆうたくんお断りですお断り風呂敷ありがとうあずみんあずみんではない連絡先わかんないから 連絡先があるメンバーと約束した安兵衛さんタコ10個ありがとうソラハさんではない <laughs> ソラハさんではないですね約束したメンバーこんばんは。 パセ多分、ソラさんしかお友達いないと思われた。そんなことないよ。そんなことあるけど、そんなことないよ。パスタの太さも違うの。え、わかんないよ。なんとかなんか、あるじゃん。麺の茹で具合とか、そんなのわかんないけど、どうしたらいいんですか大丈夫かなそんなのはない大丈夫シュモさん、ハットありがとう。 ありがとうございますえそうアルデンテとかそう分かんないよアルデンテアルデンテは何パスタパスタ博士のみんなパセリはメンバーとパスタに行く予定ができたからちょっとテロップでパスタ博士募ろう。 パス博士教えてくださいパスタについて固めがあるんて固めとかなわかんない固めってどんぐらいの固めですか結構硬い他のタヤマウに比べてみて 生麺ならアルデンテはないええわわわデンテイコール歯応えおおデンテはははう芯が残ってるのがアルデンテいや芯残ってないのがいいでもやわやわすぎもやだかなうんあー難しい一般的なポピュラーなのは何ですか何デンテですか 何アルデンテ以外は何があるのアルデンテ以外わかんないからさ多分世間的にもアルデンテしか知名度がないからみんなアルデンテって言うみたいなバリカタそれさそれあれじゃんラーメンのやつや一般的がアルデンテない知らんでんてえ アルデンテ以外ないんですかえ。選ばせてきたのに。選ばせてくる。くせにないんですか。何がいいですか。何があるんですか。アルデンテだけですみたいな。アルデンテとナイデンテなの。ああ。え、わかんない。選べるのかな。<laughs> うん、うん、うん、うん。普通、く、アルデンテ。 えー、<laughs> いや選べんって本当にそう選べんよな麺の太さにより名称が変わるいや難しいじゃんむず,むずいむずいむずいパスタえじゃあまず味から選ぼうえちょっとメニュー表見たいどこのパスタ屋さんに行くかはまだ分かんないんですけど どこのあれが一般的なんだろうちょっとみんなと選びたいなメニュー見るねねほら今日二人が本当に仕事をしてくれなくてなんか腫れてる人になってる元気なんですけど心はちょっと iPad つけますあぶね サイ,ゼリアサイゼリアは1回2回かしか行ったことないその時は1回目はあやっぱあの誕生日に行って2年前のパンちゃん誕生日にサイゼ行って初めて初めてじゃない3回行ったことがあります1回目は STU に入ってあのお披露目公演の夜にユキリカとなっちゃんとあいこと行きました懐かしいあれ私 iPad のパスワード忘れたな きました奇跡的にあいたえちょっとどこのパスタ屋さん見るみんな何がある広島のパスタ屋さんってどこなの鎌倉パスタ確かに聞くねよくうんじゃあ鎌倉パスタで決めようメニュー今から私と皆さんは パスタ屋さんに向かいます。メニューを開きます。メニュー開くよ。サイズ長崎あるのかな。わかんない。地元にはなかったですね。だから都会にしかないと思って。パスタ。はい、開けました。カムクラパスタ。おお、いっぱいある。えー、選べない。こんなにあったら。 どううしようじゃあ部門ごとに選んでいこうみんなでせーので言うみんな鎌倉パスタのパスタのメニュー見てくださいせーので選んでいくやつやるわあおいしそうあいやじゃあまずなんだこれは「プレミアムパスタウニ」のコーナーが4つあります まず1個目ウニとプチプチタラコの濃厚ウニクリームパスタ2つ目ウニとイクラの濃厚ウニクリームパスタ3つ目ウニとパルメザンチーズの濃厚ウニクリームパスタ4つ目ウニとデュガスチーズなんだそれはデュガスチーズの濃厚ウニクリームパスタええー、私ウニあんま食べれないけどそうですねこんなかったらそうだな デュガスチーズ何当たり前のように書いてあるけど「デュガスチーズ」とはパルメザンは聞いたことあるけどいやウニだけで4種類もあったえー、えー、そうだなじゃあ私はじゃあいいですか皆さんせーの「ウニとパルメザンチーズの濃厚ウニクリームパスタ」 にしますなぜかというとウニがあまり得意ではないのであのチーズで緩和しようっていう作戦ですおやばい選べないな全部え大盛りあるよ大盛りとちゃんと書いてある大盛り600円高い「明太子カルボナーラ大葉の香り」 グリルベーコンとパルメザンチーズのトマトカルボナーラ厚切りベーコンのカルボナーラ鎌倉風きのこの和風カルボナーラ炙りたらこの和風カルボナーラ魚介の和風カルボナーラカルボナーラだけでよ6個もあるよどうしようえどうするえ魚介か炙りたらこかなえどうするみんなハムこする <laughs> はーどういうつもりなこんな選ばせてきてカルボナーラ6種類えええどうしようどうしようえっ、ー、明太子もいいけどたらこもいいな厚切りベーコンもいい厚切りだよだって値段的にはきのこが一番安いです 王道なのそれがほうじゃあ私は明太子カルボナーラ大葉の代わりにします決まりました続いていきますクリームソース部門いきますプリプリエビとホタテの明太クリームソースヤリイカの明太クリームソース蒸し鶏とグリーンアスパラのレモンクリームソース プリプリエビの濃厚イセエビソース炙りとろサーモンのレモンクリームソース明太子と三種チーズのクリームソースほうクリームソース部門いやこれはもう決まりました1個目のプリプリエビとホタテの明太クリームソースですねこれはなぜかというとまずプリプリエビとか書かれたらもう気になっちゃうし ホタテと明太子の相性は絶対にいいからです絶対に美味しいからですしかもさアスパラガスとか書いてないけど写真見たらアスパラガス入ってるから最高プリプリエビにします5番で12345レモンクリームソースですかプリプリエビだよだって やばい次たらこパスタ部門が始まるんだけどさなんかやばい全部プチプチたらこ4つあるたらこソースパスタじゃなかったたらこパスタ部門えー選べないマークさんハートコカジアさん誰もありがとうありがとうじゃあたらこパスタ部門いきます1番エントリーナンバー1プチプチたらこのペペロンチーノ エントリーナンバー2プチプチたらこの濃厚クリームパスタエントリーナンバー3プチプチたらことなんて読むのとうエビのトマトソース調べようなんて読むか有糖エビだって頭があるよってことねエントリーナンバー4プチプチたらこととうエビの ジェノベーゼ。ああ、これは悩む。ミキちゃんハートありがとう。山崎さんダルマありがとう。ええ <Yeah. S 2>。はあ。はあ。はあ。やらないよこんなううううう。こんなもう無理だよ。 うんうんうでも頭があるエビって人と食べに行った時に食べ方にちょっと困る時あるじゃないですかだから一番あでもペロンチーノって言ニンニクかまあいいかプチプチたらこのペロンチーノにします一番にしますかみまいてるのいいねパスタ意識したそうなんよ そう実は今日はみんなとパスタを食べに行こうと思ってパスタヘアにしてみたどうかな似合ってるかな <laughs> 嘘だけどえこれむずいよえまだあれオイルパスタ部門ローストしたベーコンのペペロンチーノセミドライトマトの辛口ペペロンチーノゼノベーゼ部門 デノベーゼ、ペコリーノ添え何ペコリーノって何 <laughs> 急にお辞儀されたんだけどペコリーノ <laughs> 何ですかペコリーノってペコリーノ添えだって知らんもの添えられたんだけどペコリーノペコリってああチーズだってイタリア原産の羊の乳を原料としたチーズの総称 塩分が多めに使用されているので塩気が強いあこりゃむくみますね大変大変もう一個あるプリプリエビとアボカドのジェノベーゼペコリーノ添えあこっちもペコリーノ沿い添えられちゃってるえー、プリプリエビかないや思ったピラメキーノみがあるペコリーノ今時の令和のピラメキーノみたいな 確かにローストしたやつも美味しそうだね。ペコリーノ。可愛いペコ謙虚だね。え、これカロリー書いてない。怖いね。パスタって結構高そう。続いて、メニュー紹介参ります。ちょっと珍しいやつがある。牛肉と野菜のすき焼き風パスタ。納豆とオクラのトロトロパスタ。きのこのバター醤油パスタ。 高菜と鶏肉のピリ辛パスタええいつもやったら絶対にきのことバターの醤油パスタにするんですけどでも冷凍とかでもさ最近美味しいじゃんパスタって醤油パスタだからすき焼き風パスタにします珍しいからあみんなちゃんと選んでくれて優しい付き合ってくれてる優しいね すき焼き焼にしようかな確かに高菜も美味ししそうしかもピリ辛だよ和風ベースの甘辛ソースにあっさり鶏肉と高菜を加えてって書いてるいいですね、うん、すき焼きにするね続いてまだあるトマトクリーム部門えこれさっき読んでないえ一生あるじゃん炙りとろサーモンのトマトクリーム プリプリエビとアボカドのトマトクリームプリプリエビとベーコンのトマトクリームハモンセラーノとアボカドのレモントマトクリーム何ハモンセラーノって何ですか何ハモンセラーノって調べるハモンセラーノはスペインで作られる生ハムであるハモンとはハム特に熟成したものを言いセラーノは山のという意味であるだそうですハモンセラーノ初めて聞いた 見た目も破門セラーの破されてるけどね初見ね勉強になります赤ワインで煮込んだボロネーゼセミドライトマトとペコリーノチーズのボロネーゼペコリーノきたデュガスチーズのスパイシーボロネーゼ おおやばいペコリーノやばい主張強い押されてますねペコリーノ選べないもうここまで来たらでもアボカド入ってるだけでお感あるなボロネーゼ季節のイチオシとかあるよおい <laughs> しそうえひめさん マダイと釜揚げ桜えびの柚子胡椒和風ジ,ジ,ジェノベーゼうんジェノベーゼはあこれはもうさこれやん決定やん愛媛産マダイとか絶対美味しいでも牛タンローストビーフの菜の花の和風ののペペロンチーノいいねドラさんを感じますね牛タンローストビーフと菜の花のペペロンチーノ これにしようかなでも愛媛でマイキューさん感じるのもあるよどうみんな気持ち的にいや季節のメニューって言われたらそんな選んじゃうけん待って前菜もあるやめてそんな前菜部門始まっちゃうやばい一人だけ盛り上がってるわ ピザもあるよみんなねえねえ聞いてるピザあるよはちみつピザだって蒸し鶏と明太子マヨピザだってはあ明太子ともちのピザ炭水化物クワトロチーズピザジャーマンポテトピザはあデザート部門やばいえデザート部門やばいですカタラーナ 表面をキャラメリゼしたプリンとピスタッチオアイスのデザートですって言われたこんなん美味しいあこれにしるこれにします <laughs> 赤ちゃん言葉になっちゃったあでも待ってくださいベイクドチーズケーキも美味しそう焼き芋をつけたチーズケーキにアイスとチョコクランチをトッピングいやこれ絶対美味しい539円これにしようかなカタラナとベイクドチーズケーキにしよう どうどう思うはあこんな美味しそうなメニュー見せられてどうしたらいいなえなんか他にパスタ屋さんある広島ってジョリーパスタパスタ屋さんギャー ギャー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 ギャ,ーギャ,ーギャーやばい創作和風パスタ牛肉としびれ山椒の特製和風さっぱり野菜だしと半熟卵を添えて添えてくれた半熟卵を <laughs> 創作和風パスタあぶりめんとゆうとうえび さっぱり野菜だしを添えて添えてくれてるわ優しい1090円ですえー、待ってくださいこんなに曜日ごとのメニューとかあるんだけどもう困っちゃうこんなんされたらどうしたらいいんですかねえ イカスミパスタとかあるよお腹がすくじゃん何この配信なんだこの配信 <laughs> 何なんですかこの配信サルシッチャって何ですかサルシッチャちょっと博多生まれのサルみたいな サルシッチャとは食材を腸詰めにした料理であるウインナーのことサルチサルシッチャと彩り野菜のペペロンチーノって言ってる彩り野菜ってパセリのこといや全然違うブロッコリーでした、うん、初見でしたサルチサルシッチャ博多生まれのサルかと思って。 違ったああいやー大変大変ああ大変メニューを見てたら大変創作和風パスタ肉尽くしの贅沢和風さっぱり野菜だしを添えて肉をいっぱい入れてくれてるはあはあ困った困ったみんな。 半分こしようね一緒に行く時は半分こしましょう3個ぐらい頼んで半分こずつ食べようそうしないとメニューを選ぶだけで5時間ぐらいかかっちゃうやばいつぶやきピリ辛ポテトとろりチーズだってじゃあみんなでシェアしましょうねあドリア部門始まる 牛頬煮込みのデミドリアうん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 大変あデザートブームも大変ホワイトチョコレートのシトラスカッサータカッサータ大好き私ねこの配信大丈夫ですか変な配信してる私は脇合いっこしましょう <laughs> ずっと見んちゃうだってね楽しみなんですパスタ行こうって誘われたことないからさメンバーと行く時にさ悩んだら大変だから今決めとかなきゃどこのパスタ屋さん行くか知らないけどちゃんと行く前に決めていくねだってさ行ってさ「待って待って待ってまだ決まらない」ってなったら困るからちゃんと決めていかなきゃまだ行かないけど来月だけど行く <laughs> どこに行くかわかんないあと焼肉も行きたいってっ焼肉はどこか決まってるけどえっ困った先輩じゃない同期です同期と行きますうん困ったわトさん ハートありがとう。クロさん回復薬、おだしさん。ハートうっかりあんこさん、お断りです。やばい、私がメニューに夢中になってる間に求婚されてた。安兵さん、アイスありがとう。やば、求婚されて断るの忘れるとこだった。危ない。ちゃんと断っとかなきゃ。危 <laughs> あぶねえ、あぶねえ。 あとはあと最近悩んでることはあのエックスンシングスに行く時に何を食べるかっていうのも悩んでてでも勝手にしてくれって感じだと思うんですけど一緒に決めてほしいんですよ一緒に決めてよみんなじゃあ今から私たちはエックスンシングスに行きますよろしく私たちっていうのは私と配信見てるあなたはいエックスンシングス着きました うわー大変大変大変部門がいっぱいあるじゃあまずパンケーキ部門いきますちなみにこんな感じよこんな生クリームだからよろしくよろしくねちゃんと食べきれるやつにしてねさすがに2人分は食べれないからよろしく ストロベリーか、バナナか、パイナップルか、ブルーベリーか、マンゴーウジ抹茶、マカダミアナッツ、チョコレートチップ、ココナッツ、バターミルクですどれにするポセはねうんチョコレートチップにしますチョコレートチップ いいいいですかどうえこれホイップ追加する <laughs> 追加しますあっ待ってワッフルもあるいやワッフルにしますワッフルやばいワッフルはねえ ラフルはバターミルクにしますバターやっぱ大事あークレープもあるクレープはカルアポークマヨネーズチェダーにするやばいフレンチトーストもあるフレンチトーストはねコンプリートフレンチトーストにするねハムとソースと目玉焼きがのってるのにする。 やっぱりどんどん決めちゃってるああでもアサイーボールっていうやつがありますこれはアサイーボールは田中美穂がよく食べていましたむくみ防止になるそうですアサイーはだからむくみたくないときはアサイーボールにするねあーあーエッグベネディクト部分が始まる <laughs> 一人で盛り上がってるけどみんな どういうい気持ちで見てますか配信本当に申し訳ない健一さんハートとだるまありがとう本当に申し訳ないと思いつつ <laughs> 思いつつ見ちゃうエック・ベネディクトやばい選べないはむこしませんかハムコしない えっとね、今んとこ悩んでるのは、バジルシュリンプとアボカド、か、か、BLT、かな。どういい何がいいですか ?BLT はベーコンレタストマトね。 付け合わせをグリルポテトマッシュポテトから一つお選びくださいだって、えー、両方つければいいか一個一個あ待ってオムレツもあったあオムレツ分もあったオムレツはベジタリアンがいいほうれん草トマトマッシュルームがいい あなんかどんどん次から次に出てくるやばいやばい大変サーロインステーキとかあるよモコモコんもちこチキンプレートリンコン家の犬やんもちこリンコン家の犬のチキンがあるもちこチキンワッフルだって もちこもちこスパイシーアヒポケボールうーんおいしそうすぎるこれは困ったここにしようって言うねメンバーにカフェ行こうって約束したメンバーにここにしませんかって送るもちこチキンバーガー はあ、すごいもちこねこの店メニュー本当だよここでさバイトする時大変そうだってバイト初日にさこれ覚えるんでしょ無理だでも通い慣れてる人とかさあの省略して言うでしょなんか おさきせりさんとかじゃなくて、パセリみたいな感じで、なん勝手にさ、言うじゃん。勝手に、こう、なんていうの省略して。え、なんでこんな米のみんな構ってくれるの優しい。ちは、みかやです。のロろくん、はたありがとう。サブローだね。クロさん、えらい、ありがとう。 フリスピーソフトシェルクラブひょ、えー、ハラペイのチーズフリッターカラマルフリッター何カラマリって当たり前のようにカラマリとか言って沈めますカラマリとはイカリングの別称って書いてるイカリングってことだしねっまってんのかと思って ロロミミサーモンって何だろうロミロミだってロミオとジュリエットってことロミロミって何ロミロミはハワイ語で混ぜるほうだって混ぜ混ぜサーモンってことだってロミロミほうアヒポケ。 なんか可愛いアヒ,ポキアヒージョかなはーああもう選べないからもう選ぶ権利を放棄するわもう無理だロミロミだからよろしくみんなロミロミ あ選べんどうするもしここにさメンバーと x s シングス行こうって最近広島にできたんですよ3月末にオープンしたので行きたいんですよここにだから最近はこのお店のメニューをねメンバーに送りつける作業をしてるんですけど行こうよって言ってもし本当に行くことになった時にはどうしたらいいんでしょうかだって選べませんえ 選んでいかないとお店の回転率悪くしちゃう私のせいで <laughs> 大行列できちゃう席が開かなくてただでさえ混んでるって言ってたのにテレビでそう私ね URL を送りつける芸人しててねめっちゃ送りつけちゃうんですよ投票で決めるこの量を マジ何時まで配信しますこれ <laughs> 投票で決めたら大変えこれ投票機能ってさ何番まであるんですか25番まであるよでも足りないそんなことある25番で足りないとかじゃあドリンクだけ選ぼうやばいドリンクだけでめちゃめちゃ種類があったなめててごめんなさい はあ、ドリンク1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6 3一3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 51525353ぐらいある無理やん <laughs> え選ばせる気あるかなそもそもいや覚えられん本当にさ覚えられんこんなんへえ 準決勝あトーナメントに選にする春大会開催しちゃう春季、えー、なえか決めれそうなお店ないんですかなんかすっきりして配信終わりたいよねうん通わなきゃ常連になろうかな この前ね、広島の朝の情報番組のね、広島満点ママっていう私の大好きなテレビがあるんだけどね、それでここのお店に行ってて、人がめっちゃ並んでるって言ってたから、もう並んでる間に決めるしかないね。そりゃ。牛丼どこの牛丼にする好きや吉野や松やじゃあ好きや。 隙間って調べちゃった好きやパセリが好きやええ待ってください好きやもめちゃめちゃメニューあるやんこんなん選べん吉野家吉野家もあるいっぱい吉野家えー、もう無理だ 焦がネギ焼き鳥丼だってあもう無理やこんなんああ終わった終わった胃袋が足りません田中美穂に生まれ変わってから選ぼうと思いますサイドメニューだけ選ぼうえっとサイドメニューはえどうしようえ豚汁 トン汁がいいですやばいなんか検索欄 <laughs> 検索欄バグってなんか二窓になっちゃったしじみ汁とあさり汁勧められてるんだけどどうしようどうしたらいいんですかこれって急に「豚 <laughs> 汁」って言ったら嫉妬したのか分かんないけど急に全然違う汁が出てきたえー、美味しいけど。 えなんでしかもしじみ汁の方がなんかでかいなんか押しちゃったかな分かんないえ私機械音痴だもんどうしたらいいんですか iPad のおすすめなのこれこれ食べたいよって主張してるのそっかそっかそっか考えとくね あ、戻りました。戻ってくれた。え、ニコルンさん出てきた。え、ニコルンさん、藤田ニコルさんのさ、ラブベリーコラボをさ、知ってますかコラボするらしい。楽しみ。ワクワク。えー、何どうしたらいいのサーティワンで決める サティンアイスクリームで決めよそれだったらすぐ決まるからよろしくえー、っとチョコレートチップにします <laughs> チョコレートチップでお願いします一番好きですチョコレートチッププチプチの食感が ザザクザクの食感が好きですうんでもジャムカーモンドファッチも悩むけど今はチョコレートチップの気分なので <laughs> 秒で決まったアイスは秒で決まるんよなんでああ,ああれじゃ歩き決めましょうよ皆さん東京駅でやってる STU のコラボのアイスボックス何味があるのあれ アイスボックス STU3 種類あるよね何味ジュースのやつどこでメニュー見れるどこあった えー、そうだなでもなやっぱ沖さん沖 <laughs> さんのにしようかな沖さんのがいいかなやっぱおめなしんだしうん味とかじゃなくて沖さん味にします やっぱ大きさを感じたいんでエナジードリンクか <laughs> 超サーヤン要素だったでも大事エナジードリンク大事元気になるんでしょみんなは何味にしたんだろう結構いったよって買った多かったパセリ推しの方でもうん きポ味にしますえー、でもなユミココアさんもいいですね <laughs> えー、選べないこんなだから選べないからおきさん味にするね 決定し,ましたじゃあ森永のアイス <laughs> 決めたがりじゃん私森永のアイスをさ森永乳業森永のアイスクリームえ私さよく食べるやつ大体森永。 ピノピノもパルムチェリオビエネッタいやもう私やんこれ私のためのメニューじゃんええすごい,いいんですかそんなええ森永製菓 えアイス2個違うの森永製菓もアイスなの商品情報アイス本当だ本当だアイスボックスサンデーカップえサンデーカップも私じゃん本当やんもなかチョコもなかジャンプ私やんへえ全部私を 板チョコアイスザ・クレープちょい食べアイスバニラいや私私これ私パリパリバー私これねおばあちゃんが大好きパリパリバーバリバリバーって呼んでるけどばあちゃんえ私じゃんじゃあ今度さパフェ作り配信するときはさこの辺からチョイスするねアイスを買ってきて 入れてみますねえ私も知らなかった別会社なんですかえ違ったの成果と乳業で違うのそうだったの勉強になったパリパリは美味しいよね同じ森永グループとして。 一緒だけど別らしい。ほー。うんうんうん。へー。Google がいろいろ教えてくれました。違うそうです。ふんふんすごい。 勉強になる配信で教えてもらうとああ4トグループみたいなことそういう感じねマイキューさん一日店長するよねねみんな関東住みの方マイキューさん会えるよ会えちゃうよいいね 一日店長私もなんか一日店長待たしてみたい人来てくれるかなこなそう <laughs> ポツンみたいになったら悲しいから来てくれますかあれみたいな <laughs> 回転開店した瞬間誰もいないみたいななったら悲しいポツン なんかもしあったら来てくださいないけど特にあみんなでループしてくれるのお店の人もあれってさっきもこの人来たなあと思う,うわーピカチュウアイスケーキパスタあ待ってテロップ一生パスタだったもう今日は 鎌倉パスタとジョリーパスタのメニュー決めをしましたそして31のメニュー決めをして、えー、森永乳業と森永製菓のメニュー決めをしましたで今私は31のページに戻りました大変みんなのことさあの <laughs> すごい放置して私はメニューに夢中になってる今日はずっと1時間ぐらい見てるよ うわザクザクビスケットチョコレートアイスクリームクレープはあこれにしますよろしくこれザクザクビスケットチョコレートアイスクリームがいい私いいいいですかフレーバーを選択してくださいだって2個。 えいいのそんな選んでじゃあそうだな選べるのが限られてるなうんとそうですねチョップドチョコレートいやバニラにしようバニラとあフレンチバニラにしますフレンチバニラと うんジャモカアーモンドファッチカロリー計算4 3 7ロカロリーだそうですじゃあ1万5000歩ぐらい歩いたら消費されるから大丈夫ですこんばんはこれにするよろしくよろしくいい アイスケーキはそうだなサンリオのやつがいい <laughs> サンリオにするいいダメかいサンリオがいいですいいやった えー、いっぱい食べり <laughs> えこの前ね <laughs> おばあちゃんがさ食べりって言ったんよえ中身みほりんかなと思ったやっぱ九州人は言うんかな食べりってえみほやんってなってそこでみほを感じたおばあちゃんでみほを感じましたかりんさんハートありがとうサンリオガールよえサンリオの 総選挙今どんな感じですかもう私移動話題のあれが早いね話題のなんて言うんですかスピード <laughs> 次から次に変わるスパイダーさんレインボースターありがとうどんな感じなのキャラクター対象 初日速報1位シナモロール2位ポマポマプリン3位ポチャッコ4位黒なんだこれ5位5位初見ですここ,にここで暮らした人は夢が叶うそんなお家に住んでいる11人の仲間たちマメチーはヒーローにポポは楽な人生を楽な人生とてもいい私はポポになろうパパで、ね、ゃ 楽な人生をびっくりしちゃった矢ヌカミは立派な守り神ピーハイはパイロットにルルはみんなの癒しの王子様レインは世界中の人を驚かすことビラは何これ JO1 になることマイくんは歌でみんなを明るくすることチュララは宇宙侵略ちまたは 世界中の寿司を食べ尽くすこといいねもこは世界中のみんなを幸せにすることそれぞれの夢に向かって日々奮闘中だってすごい初めて見ましたこれが5位だった11人が5位ええー、すごい寿司を食べるっていう夢いいですね楽な人生をっていうのもいい。 5位でででこの11人でワンセットらしいです最近現れたのかな6位ハローキティキティ頑張れキティ7位ハンギョドン8位マイメロディ9位コギミュン10位タキシードサムだって10位まで発表されとるーなんか PR 舞台みたい去年もさ同じ時期だったじゃないですか PR 舞台と。 サンリオの総選挙うわもう1年かみんなは何に投票するのパスは入れてないよ入れておりませんだってなんか選べないじゃん残酷だから誰かが喜んだら誰かが悲しんじゃんそう思ったら入れれなくて。 今月がお誕生日×丸ガオパワーループリンほうへえタワーボーに言うてないえタワーボー昔から大事だよね私がちっちゃい頃からいる歌にも出てきたこの前サンリオの みんなのターボ何とかかんとかかわいいかわいいチャチャチャンかわいいフェスティバルデビュー年誕生日が同じキャラクターおるんかな確かに誕生日だから頑張っちゃうのかながバツブル界隈えー、デビュー年じゃない誕生日 11月11月16日生まれおるんか ?11 月のえ、11月生まれ5人しかおらん5人しかいなかったハローキッティアグレッシブレツコえ、アグレッシブレツコってこの前配信で紹介したあの ちょっとクセ強めのキャラクターがいるやつよねゴリ部長コロちゃんわいろんなキャラクターがいるんですねアグレッシブ・アグレッシブ・レツコはレッサーパンダでした 5月が誕5日生まれが4つも4人もいますターボ5月5日誕生日だってえこのあれテレ朝のさキャラクターって三両だったんですねテレ朝のゴーちゃん この子サンリオだったみたい5月5日生まれですやっぱゴーちゃんっていうだけあるわサンリオなのねダニエル私のシュガーバニーズもうすぐ誕生日だ お祝いしようお疲れ様ですこんばんはケロケロケロッピーなんかあかりんさんがさケロケロケロッピーにはまってませんなんかいつもケロケロケロッピーって言ってるはまってるパセリいなかったですサンリオキャラクターではなかったらしい知らなかった じゃあもし投票するキャラが決まらない人は同じ誕生日の子に入れるっていうのもいいかもしれません私のお母さんとお父さんの推し目はお猿のモンです結婚する前からの推しキャラクターらしいだからちっちゃい頃は家にお猿のモン吉のグッズがいっぱいありました今でもあるよ もう洗濯しすぎて色がめっちゃハゲてるやつとか <laughs> ずっと使うんですよ私のお母さんタオルとか私は中学校の時はマイメロディー推しだったんよそうモンキチ 座敷豚なにそれなにそれ初めて聞いたよ座敷に住んでんのいたミッケ座敷豚何者なのキャラ紹介のんびり屋さんだけど好奇心いっぱい食いしん坊でお菓子や野菜を作りながら暮らしている 親友のタビーはお菓子作りの先生フランスの田舎生まれ何味のポテトチップスを買うか5分迷ってるので助けてください何味があるのか教えて私が選びます任せて任せるりだよえっとねおすすめは九州醤油だけどなかったらえっと期間限定がいい 何があるんだろう座敷豚座敷豚のデビュー年は1984年だって何歳関西だし醤油あり幸せバターあり指が美味しくなるからあり 今日食べるのえの最高だねポテチ私も食べたいから私の分も買っといて代わりに食べてもらってもいいかな <laughs> 代わりに食べてほしいだから2個買ったらいいと思うよ悩むならあとこの配信見てるファンの方も代わりに食べてって言ったら5袋ぐらい買えるんじゃないバターコンソメのり塩関西だし醤油、ピザピザ ピザだといいねいやそうなんよなんかポテチのさトングって売ってるじゃないですか今でも指が美味しくなるのがいいんですよねね箸で食べるのおしゃれやなでも賢い指がね油でベラベラしない 確かにね、ベッタベタなるよねいいなーみんなもなんか決めてほしかったらポセリが決めるねでもなんか人生を変えるぐらいの大きなきあの選択はさすがに決めれないけどなんかあったら言ってください決めます今マックに並んでますとかやったらポセリが決めますね マックに今並んでる人はあのマックフルーリーにしたらいいと思うあれマックフルーリーだったっけ何だったっけね昨日喋ったやつ何だったっけねえねえマックオレオのやつマックフルーリーだよねマックフルーリーマックフルーリーのオレオにしたらいいと思いますお話から相談するの <laughs> 分かったじゃあ30日ね コーヒーゼリーパフェえコーヒーーヒゼリーパフェってあの新作のやつですかもう始まってるの嘘始まったまだいつからだ今日からじゃん今日からやんプリンパイえー、米でもいかなきゃじゃんでも みんな決断できなくて30日までスーパーに行っちゃうかもやばいさすがにもう働いたらそこで <laughs> 労働したらどうスーパーで今から夜勤して30までずっといやあ 今日はずーっとずっっととご飯の話今日も大変なえ待って待って待ってん私え今日私さ19時半から配信しましたよね嘘やん待って待ってもう41分じゃん嘘じゃんんんあれ どういうこと大丈夫1時間過ぎてた <laughs> あえびっくりしていますじゃあ50分まで50分まで話す <laughs> 嘘やんもうなんでそんなさ毎回毎回もうそろそろ学習してほしいよねこのくだりを毎日やってるのおかしいもん なんで体内時計が全然学習してくれないピョーンなんで夢中すぎたねおかしいやそういう <laughs> わざとじゃないんだよお約束でやってるわけじゃないんだよ毎回新鮮にびっくりしてんの。 いや50分に絶対終わるから今日こそ今日こそ終わるから <laughs> うん困ったのど <coughs> もまだまだ本調子じゃないっていうのに口が勝手にべちゃくちゃべちゃくちゃ動くんですよ配信ありがとうかっこ1回目いや今日は2回までで終わるから だいやあと7分いけるよ今日は延長せずにいけるよ7分後に「配信ありがとう」の2回目をみんなが言ってそれで終わるでも「配信ありがとう」とかさそんな,なんででんで「なんで配信ありがとう」とかさ言ってくれるんだろう優しいねこちらこそ見てくれてありがとう しいね、あプタチ決まったの <laughs> 関西醤油とバターに決まりましたおお、おめでとうございますおめでとうございます決まったそうです皆さんよかったあやっぱり声が枯れてきた <laughs> 声枯れてきましたプタチが決まったということで 祝福したいいと思います素晴らしい <laughs> そっかそうだよねやっぱポテチってね一大イベントだし大事だよねねえ食べたくなるねパセリ九州しょうが好きだよかっぱえびせんの吸収醤油好きだよなぜかっていうと指が美味しいからね好きですよ パセリの配信が楽しみ嬉しい優しいそう言ってくれるから配信できますねガトーショコラさんハートありがとうじゃあまた今度メニュー決めしようこの店のメニュー決めてくださいって言ってくれたらすぐ決めますすぐみんなと疑似デート始まるからよろしく ご飯屋さんねご飯屋さん限定でよろしくね何がいいかなえー、パスタデートそう今日パ,パスタデートパスタデートとアイスデートと今日は他はパンケーキも食べた <laughs> 配信の,あの妄想上でね 食べたたことになったからでもカロリーは取ってないからみんなとデートしたことになった今日はやばい目になんか入りましたラーメンえラーメンじゃあ今度は私が行ったことがないから一覧のメニュー決めを教えてください皆さんあの丸つけるやつ今度やりましょう。 おみかんさタんコありがとう目になんか入ってきたしかも声が枯れてきたまたあもう天下一品も行ったことがないから天下一品も決めたいあとはなんだろう餃子のおいしょ <laughs> 決める みんなと決めます。あとはね、ね声がガサガサすぎて、やばいよ、急に。リンガーハットと、ハマカツと、あとは、あとはそうですね。うん。何決めようか。何決める今度。 新一さんさ回復薬ありがとうじゃあ週に1回みんなとそういう疑似のメニュー儀スあミスドねミスドを閉めましょうやりましょうあガストやりましょうジョイフルやりましょうマスバーガーやりましょう雪帽子やりましょう雪帽子とかもうしょっちゅうメニュー変わるからもう何回でもできるいや蔵寿司やりましょうシャリハーフでもいい蔵寿司ハム寿司白カッパかっぱ寿司いっときましょう いや牛丸やりましょう。私の地元の美味しいハンバーグ屋さん牛丸。じゃあ、若竹丸もやろうね。若竹丸っていうのは長崎にある回転寿司屋さん。私がちっちゃい頃から家族で来た回転寿司。若竹丸はね、えっとね、いつもマグロ食べてたんですよ、ちっちゃい頃。なんでマグロがね、好きだったかっていうと、お寿司屋さんに行って、 かかかんなかったからマグロ以外のメニューがだからマグロばっか食べてたんですねでおばあちゃんちとか行ってもマグロを私がよく食べるからおじいちゃんがずっとパセリアセリカマグロが好きって言ってたけどあの今思ったらマグロ以外の寿司を知らなかったからマグロを、うん、食べてただけ <laughs> そういうシステム だってそうじゃないですか。子供の頃って。なりたい職業とかもさ「なりたい職業は何ですか?」って例えば「ケーキ屋さん」とかって言ったら「ケーキ屋さん」って書くじゃんみんなそういうやつあるよ絶対ね今はさなりたい職業に YouTuber とかが多いのもきっとそういう理由もあると思うよ職業っていうのがよく分かんなくてさ でそうだよそういう心理だよ子供ながらの心理がある野球選手保育士花屋さんこんばんはちゃんとあやばいもうあと1分しかないやばい終わろう別に時間を越したからってねなんかね急に罰ゲームがあるとかでもないけど。 終わりましょう声がガサガサになっちゃったから終わろう。<coughs> <coughs> 終わるじゃあ今度はみんなと将来の夢ちっちゃい頃の将来の夢発表会しようそうしますではでは壇上行きます十3位ちわーみかやですジロくん 2スプマンテさん2じゃなかった <laughs> 急にランクアップした12スプマンテさん11クワトリさん10位ジンライさん9位フクちゃん8位石川先輩7位ヤスベさん6位クロさん5位バラちゃん4位カメさん3位コカジアさん2位ユウタくん1位ヨシヒロさんありがとうございますありがとうございました ありがとう今日はもう本当に私が一方的に楽しいだけの配信だったんですが本当にお付き合いいただきましたありがとうございましたまた一緒に出かけてくださいありがとうバイバーイ